9月5日の土曜日ですね。で、今日はちょっと出かけてきて、東京の九段下っていうところに行ってきて、まあ、日本武道館があるところなんですよ。で、日本武道館でライブを聞いて、で、武道館から歩いて5分ぐらいのところに科学技術館っていう、まあ、展示なんかをやる展示会場があって、そこで展示を見てきたのね。で、何かっていうと、初音ミクで、初音ミクのマジカル未来っていう名前の、これ結構何年ぐらい前かな、もう4、5年ぐらい前から、展示とライブと、まあ、2つ、2本立てって感じでやってる、企画があって、まあ、年1回ね。で、まあ、要するに初音ミクのライブ、それから初音ミク関連のいろんな企業の展示で、その、初音ミクのキャラクターとしての展開の仕掛け方だとか、あとはまあ純粋にその初音ミクの技術ですよね。その、まあ初音ミクって何っていう人とかから説明をするとなると、ちょっといろいろ大変かなって気がするんだけど、要はね、パソコンで、音声を合成させて歌わせることができるソフトウェアなんですよ。で、これも2007年かに、発売されて、クリプトンフューチャーズメディアだったかな？札幌にある会社が開発して、で、販売は確かヤマハで販売しているんだけど、これは結構だから出た時やっぱり画期的だったんだよね。その合成音声っていうと、どうしても完全に合成音声みたいなさ、もう機械ですっていう声だったのを、まあ、比較的滑らかに。滑らかにっていうか、まあ、ね、組み合わせて歌を歌わせることができる。で、あとはそのキャラクターの展開のさせ方がさ、その、なんだっけ、初めていくつだっけな、17歳だったかな、アイドルみたいな、そういうバーチャルシンガーの女の子っていうことで、キャラクターをすごく可愛くデザインしたのね。だ、それも今まであんまりなかったっていうか、どっちかっていうとほら、実用性とかさ、多分プロの人が、例えばね、プロの人は仮歌を作るために使うとかさ、そんなのをイメージってか、もともとはそういうのが合成音声ソフトっていうもの、あとほら、音声を読み上げてさ、その人を、ね、プロの人に頼んでお金をかかる分、機械に読んでもらって、まあ、コストを下げるみたいなね。いうような、そういうものとしてあったんだろうけど、もうちょっと違うエンターテインメントとして、展開されたのは初音ミクで、ゲームにもなったり、してるし、あと、結構画期的だったと思うのは、いろんなクリエイターにその、なんていうの、二次創作とかさ、そういうものの、融通を結構聞かせたところで、だから要するに初音ミクで歌を作っ、曲を作った人が YouTube にその曲を上げてみるのは自由だし、あとその初音ミクのもともとそういうキャラクターのデザインをもとに自分で絵を描いたり漫画を描いたりして、っていうのを、まあ、投稿を募るような、サービスをやっていたりとかね。そういう感じの展開が多分珍しくて。私も結構前から知ってたな。私はなんか当時はアニメとかそういうキャラクターとかはあんまり分かってなかったけど、まあ、ゲームは好きだったから、初音ミクのゲーム出た時 PSP で出たリズムゲームは買ったし、すぐに。あと、私は2000年代の後半、まあ2000年代の後半だけじゃないんだけど、割とずっと電子音楽とかが好きで、やっぱり、その、なんていうの、キャラクターを展開させたい人たち、てか、要は初音ミクが可愛いと思って、すごくいろんな使い方をしてる人たちと、共に、その、例えばプロのミュージシャンの人たちとかが、やっぱり初音ミクを使って、いろんな音楽をやる。特に、電子音楽系の人たちはやるっていうこともあったんで、そういう絡みから、初音ミクの曲は聴いてたりしましたね。そんな感じで、割とね、だから、ほら、今年になってから、なんか急に私アニメとか、もう一回見始めたりとか、声優さんなんかが好きだとかってなったりしてるけど、それよりかなり前から初音ミクのことは知ってた。ただ、そういうふうになんかいろんな人が、いろんなクリエイターがいろんなふうに作るから、なんていうの、その、これがその初音ミクの好きな人にとっての、メインストリームっていうか、なんてメインカルチャーだみたいなものはないんだよね、結構ね。なんかサブカルチャーの集合体みたいなさ、そこはだから面白いんだけど、そこからいろんなものが生まれるか面白いんだけど、だから私が結構聴いてるのも初期の楽曲が多かったりするのね。特に私はその
ゲームから入ってるから、その初ミクの、まあ、プロジェクトディーバシリーズとか、プロジェクト未来シリーズって言われる音楽ゲームに採用された楽曲っていうのがやっぱり中心で、それ以外だとやっぱりニコニコ動画とか YouTube でいろんな人が投稿してなんか何百万回再生されたとかさ、そっちは実は結構疎かったりして、でも今どっちかっていうと力があるのはやっぱりそういうネットで広まった楽曲だったりするから、うん、そうするとあんまり詳しくなくて、で去年までも特に実はライブって行ったことなかったのね、初音ミクのライブって、うん、あと正直思ってたのは初音ミクって実在しないじゃないですか、実在しないってすごいバッサリ言うけど実在しないから、なんかそのライブを映像で見るのと実際に会場に行くのとあんまり違いっていうのが分かってなかったのね。なことはあったんだけど、なんか今回はまあ武道館、日本武道館で初音ミクライブってちょっとこれは画期的なことだと思うっていうか、その日本のいろんなカルチャーを考えたときに、それが変わったターニングポイントになるんじゃないかとかね、思ったりとか、まあ、あとは純粋にちょっと初音ミクやっぱり好きだし立ち会いたいなっていう思いもあってで行ってきました。だからこれがまたすごくてさ、まあ、ちょっと展示も科学技術館の展示もすごくて面白かったんだけど、その初音ミクをバーチャルリアリティで体験できるあの PS4 のゲームの、デモとかがあってさ、それはいわばヘッドマウントディスプレイかぶってヘッドホンして、そうするとさ、ライブ会場360度上向いても下向いてもちゃんとライブ会場が再現できてる映像がまだあってさ、それでそこで初音ミクのライブを聞くっていうんだけど、その本当に初音ミクが目の前にいるように、何言ってんだこの人と思うかもしれないけど、本当に初音ミクが目の前にいるんですよぐらい臨場感がある。だ結構この VR 技術って、まあ、いろんなところですごいすごいって言われてて、例えばホラーゲームに使ったらすごいゲームができるとか、恋愛ゲームに使ったらすごいゲームができるとかって言われてるけど、確かにこれすごいゲームができるっていうか、ちょっと新しい、エンターテインメントだなと思いましたね。うん、ちょっとこれは楽しみというか面白いというか、な気がしてます。そんな感じだったり、あととにかくほら、全部展示が初音ミクだから全部面白かった。とかさ、物販とかも、まあ、企業がね物販してるんだけど、それも全部初音ミクだから全部欲しかったりとかして、なんか結構すごい勢いでいろんなものを買ったりしましたね。でそれを見てから武道館ライブで、いやーすごい一体感、あとそのやっぱり初音ミクが前の方にスクリーンがあって、そこに 3D っていうか、まあ、プロジェクションに投影されて映るんだけど、それはもう全然なんていうの、2D でペニャッとしてるわけじゃなくて、すごく立体感があって、誰かが、その初音ミクがそこにいるっていう、なんか前のライブかな見た人が感想で、何言ってるか分かんないかもしれないけど、初音ミクがそこにいるんだよっていうふうに返した人がいて、それはね、すごく分かる。初音ミクがそこにいるって感じはするし、あとは、やっぱりみんな、そういう初音ミクの存在っていうものをさ、それはもちろんバーチャルだし、実際にはいないんだよ。まあ、初音ミクの声をね、のボイスの元になった声優さんもちろんいらっしゃるし、その人はすごく素敵な、藤田咲さんっていうすごく素敵な方なんだけど、まあ、それとは別に初音ミクっていう、なんていうの、一つ人格っていうかさ、キャラクターはもう出来上がっていて、そのみんながそれを信じて楽しめるっていうの。それはでもさ、実はアイドルもそうなんだけど、これもまたすごいバッサリ言うけど、アイドルって虚像じゃないですか、実際に。ね、全部が全部 100% あの形をしてる人じゃない。それはアイドルに限らずエンターテイナーってそうだけど、家のドア一歩開けた時とさ、家から一歩ちょっと出た時とさ、正面に触れる時とやっぱり違うわけで、でもそこ我々はさ、人目に触れるところしか知らないわけですから、だからそこできちんと演じてもらったものを我々はきちんと楽しめばいいっていう、そういう約束がある、まあ、そういうものをちょっとここ10年20年壊し続けてきた人たちがいて、なんか変なことになっちゃってるんだけど、日本のエンターテインメントって、まあ、それはいいとして、だから結局さ、初音ミクがいると思って初音ミクを楽しむのも同じなんだよ。うん、だからそれ確かにスイッチ切ったら消えちゃうかもしれないけど、別にスイッチが入ってる間にね、初音ミクがいて、みんながそれを初音ミクの歌聞いて初音ミクが踊るのを見て楽しめばそれでいいんじゃないのっていう、それって芸能人がさ、家から出るのと家に入ったのと大して違わないんじゃないのっていう気がしてる。でそのやっぱり初音ミクが本当にすごい臨場感があるのと、あとやっぱり客席のやっぱライブの醍醐味って、バンドは生なんですよ。
初音ミクに同期するんだよね、バンドはね。その技術もまたすごいと思うんだけど、バンドは生だし、だからノリは生のノリ、客席のノリも生のノリで、結局やっぱお客さんがみんな初音ミクすごい好きなのよ。その愛情の一体感っていうのかな、うん、なんかそれはすごかったな。うん、なんか すごいなんか、うん、だってライブとかもさ、なんか本当にあの掛け声のコールとかもみんな結構揃ってるしさ、あとかといってなんかそれを強要するわけでもなくて、その例えばペンラント振らないで乗りたい人は乗ればいいし、なんかね、座って聴きたい人のためには座って聴きたい人の曲があるし、でもなんかみんな楽しんでるし、楽しいなと思ってるんだろうから、なんかそれはすごく、そのみんなが楽しんでるっていう場にいること自体が楽しかったね。うん、最後結構ね、結構初期の楽曲とかがあって、初期の楽曲がやっぱ好きだから、聴きながら結構号泣して、最後の曲なんかみんなで合唱するっていうさ、歌詞が出るんだよ、スクリーンに。だからみんなで合唱するんだけど、それがまた素晴らしくてさ、そんなのもあったりとかしてましたね。なんか、あと最後なんかみんな、要は、ステージは終わったんだけど、なんかお客さんはみんな、私は今回アリーナ席で見たんだけど、アリーナも1回も2回もなんかみんなでなんかよかったねって言ってペンライト振ったり声かけ合ったりするっていうさ、そういう感じなんだと思って、すげえなと思って、やっぱみんなだから好きだから、みんな仲間なんだよなと思って、うん、そんなようなことを見ながら感じましたね。なんかすごく行ってよかったなと思います。これはまたライブに書こうかな、ライブにはブログに書きたいなというふうに思っています。そんなとこですかね。それじゃあまた。